どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日はね、皆さんの会議ということ で皆さん集まっていただいてですね、なかなかないですね、なかなかないです、久しぶりですよね。今日どんな話をしていただいて、いやいや、もう話というかスーツですね、こう今日着てるスーツですけど、はい、神奈川さん着る時に作って一回も袖を通してなくて、はいはい、今年の春夏になって、まあ、着ようと思ってたスーツなので、まあ、ちょっとそれの紹介させていただこうかなと。半年ぐらいね、この。そうそうそう。だからこんな色になってるの。これ何色か分かれへんのか。これ何、まずそうそう、ね、これ何でしょうね。煮込んだからライトアウト。煮込んだ感じではないの。これは何、系統で言ったら何系なの。これ、ね、茶色じゃないですか。茶色。あずき色にも見えるやろ。あずき色みたいな、ね、お、これ、色、糸色合わせできたな、これ。綺麗に合うてんな。ほんまや。すごい色ですよね。今絶妙。すごい色ですね。これ着物ですよね。着物もちろん、モヘア入ってるんでね、これ夏素材ですよね。うん、モヘアコーン結構僕好きなんで何回も作ってますけど、うん、まあ、シャリシャリした感じの。そうですね。ねまあ、ちょっとチクチクしますけどね、やっぱシルとかは。チクチクするのモヘアって。結構しますよ。モヘアは何パーぐらい入ってるの？モヘア 15% コーン。はい。ウール85ですかね。はいはいはい。なのでまあまあやっぱりシャリ感それなりにありますし、うんまあ、ツヤも。ちょっとこの色なんでツヤ分かりにくいですけど、うん、まあ光当たったりするとやっぱりこうちゃんと光沢がある感じには、はいはい、はい、見えますね。そうやな、夏っていうのはどっちかって言ったらあのシャリ感っていうのがあった方がいいかもしれないね。こうザラついてる方がまとわりつく感じが少ないんで、うん、夏場はやっぱおすすめですけどね、うん、今日は中もこうらしいですね。でもダンガリシャツですね、うん、デニムではないんですけど、うんうん、茶色やとアズロエマロンになるんですけど、うん、茶色じゃないんで、茶色やろこれ、アズキ、アズキネクタイの色は茶色と、ね、あの色を拾った、うんはいうん、感じ、今日はそうですね。あー、まや、これはあれ、このスーツのためにあのネクタイに作らしたわけ。ではないせいだと思ったらできないですね。すげえな、さすが。まあ、まあ一応持ってる中で、まあまあはい、もちろん毎日午前と考えますけど。このシャツってこれハンカチもついてくるの？つけれるの？オプションです。あ、オプションでつけれるの、はい、オーダーってすごいね。いやもう、オーダーならではですね、その辺はやっぱり。これがオプションで、これ何ぐらいつくの？1000円やったんじゃないですか。1000円でこの、はい、ワイシャツを作った場合については同じ友字で、はい、これかっこええな。いいですね。それそう使いやすそうやなと思ってチーフで、うん、だこれの時じゃない時もつけてますけどね、たまに。あとはまあまあもう今回段階で作りました。なかなか着こなせないですよね、うん、いやいや、なんか、ね、やっぱりちょっとどうしても人と違うのがいいなと思ってしまうんで、ツータックですけど、うん、パンツボタン段階で、はい、これ結構ゴージ低いよね。そうなんですよね、うん、これまあ17番ですけど、あんまり配合時とかではないですよね。最近でも下がってきたもんね、どっちかと。そうです、ラッシュ見ててもね、下がってきてますからね、うんうんうん、シャツの襟がね、レギュラー寄りにこうなってきてるんで、それとまた覆ってきてる感じですよね、うんうんうん、自分のね。この色はなかなかこう、珍しい。ほんまにあの普通の色を変えないよね。普通がないですか、うん、いやもう なくて困ることもありますけどね。全く普通なことです。ここなんで荒れてんの。これは合わせたの。上着にここそう、ここ、これ何やの。これただの火傷ですけど。なんで火傷した。気ぃつけな、ほんまに。ねえ、危ないですからね、そういうのね。どっかのやつなんですよね、多分ね。でブランド的な。これはドーネル、はいです。あーすごいな。なんか古いやつを自分でちょっと抜いて。ちょっともね、探し出して。はい、メーター用紙短かったよ。そうですね、2.8 とか、うん、9ぐらい。入んの？入んねや。一応上下だけやったらまあまあ無地ですし、なんとか。あ、そっか。なんとかですね。スリーピースやっぱ取れないぐらいな。あー、着丈短くした。そんなんはしてない。いや、普通は、いつも通りの。うん、だけズボン丈も一応普通ぐらいです。いつも通りですね。なるほど、なるほど。ズボン丈は短めやもんね。ちょっとまあずっと短いですね、最近は。短いですね。らしいコーディネートをしてもらった。してもらったっていう。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。